食堂いいな。食堂僕ね、なかったんですよね、高校に。すごい羨ましかったな。あ、特定される。あ、あれは。見えそう。眉姉ちゃん。眉毛が太いから。駅前のデートスポットも変わっ眉た毛人太いだな。ね。変わったよな、前。あ、ま、まお、まお姉ちゃんか。眉毛、なぁ。まあ、髪がさ、やっぱ、の色が違うと、眉毛が太く見えちゃうよね。中学の時は、蝶のつくガリ勉で。でも、この時の方が可愛くない？眼鏡かけてた方がいいんじゃない？こんなだったのに 今じゃすっかり垢抜けちゃって、っていうか変わりすぎだよ。ガリ勉と成績優秀者って何が違うんですかね。眼鏡かけてるかかけてないかなんですかね。別に僕は一緒だと思うんですけどね。学校中の男子が憧れてるっていうし、なんだ、声かけづらいよな。行こう。やっぱ勉強できる子って魅力的だよね。ちょっとちょっと、黙って通り過ぎることないじゃない、行けないんだから。ちょっと恐怖症って。これ結構ね、恐怖症って言われるとね、自分でもじわっちゃうんだよね。たまに呼んでくる人いるんですけどね。あ、マオ姉ちゃん。マオ姉ちゃんじゃないわよ、もう。あの、いいな。マオ姉ちゃんじゃないわよ。結構、あ、いい感じですね。あ、眉毛もいい感じじゃん。この角度で見ると。小学生の頃は大きくなったらマオ姉ちゃんと結婚するなんて可愛いこと言ってたのに。あ、結構いいね。いや、声がいいのかな。すごい。最初の印象と全然違うな。話すと。あわわ。あわわとか、リアルで言う人、知らないわ。そんなことここで言わなくても。今じゃ同じ高校に入ったってのに挨拶もなくてさ。そのグラビアアイドルみたいなポーズは、でかいな。それは。お、選択肢か。マオ姉ちゃんが変わっちゃったから、単にタイミングが悪くてさ、悪いけど年上に興味がないんだ。いや、年上ね、いいですよね。やっぱ、憧れたいからな。どっちかっていうと、憧れたい、憧られたい、憧られたいっていうよりも憧れたいタイプなんでね。お前の話は興味ねえんだよ。お前の趣味は興味ねえんだよ。どうしようかな。タイミングでいいかな。無難な答えしとくか。単にタイミング合わなくてさ。タイミングが？同じ学校に通ってる上に家も目と鼻の先なのに？言い方。完全にもてあそばれてる感があるね。まあいいわ。いいな。せっかくタイミングがあっそのたんだポーからズやめろ。さ、二人で話そうよ、ね。かわいいね。ほら、そこに座って座って。あ、いいな。完全に、だって、昼休み、二人で話すとかも、これ、絶対惚れてますよね、これ。久しぶりに話したまあお姉ちゃん、見かけも話すこともいい意味で変わってて、話しながらドキドキしたね。そうそう、ドキドキしましたね。また昔みたいに仲良くなれば。いやー、もうこれ完全にね、メスの顔してましたよ、これ。これ全員に言うの？この、完全に好きですわ、みたいな。このくらいでいるかな？花壇来たぞ。ついに闇を見る時が来るか。ん？上から何か飛んできたぞ。紙飛行機だ。あれ？これってこの間の小テストじゃないか？ゼロ点。誰だこんなもの飛ばすなんて。こんなやついるの？現実に。点数は0点。っていうか、回答欄が白紙だ。僕はね、名前を書かずに0点になって危うく留年になりそうな時あったんですけど。それに対して、二見絵理子。え？二見絵理子って、あ、知ってる人？あ、また落ちてきた。これも白紙だ。なんだってこんなもの。屋上から飛ばしてみてるみたいだな。あ、屋上いいな。高校入る前、絶対屋上でご飯食べようと思ったんだけど、結構最近はね、屋上入れない高校多いですよね。誰もいない。屋上じゃなかったかな？ん？カバンが置いてある。もしかして上？
下から見上げる女の子やっぱいいね。あ、危ない。え、そんなところに登ったら危ないよ。そう、ここ風が来て気持ちいいわよ。そうかもしれないけど降りた方がいいよ。そうね、今降りるわ。降りるの手伝いましょうか。いきなり大声を出すからびっくりしたわ。まあ童貞はすぐ大声出すからな。ごめんけど、あんなところへ登るなんて。いけない、柵もないし、万が一ってことがあるだろ。万が一死んじゃうってこと。うわ、この目つきいいね。死んじゃうってそんなあっさり。人口が一人減るだけよ。人口大したことじゃない。どうしたの、怖い顔して。うわ、完全にこいつド S だ。うわ、待てよ、でもいいな、この目でもっと見られたいな。もうちょいもたそばれてみようか。そうだな、まさか死のうとしてたの。どうしてそうなるの。あ、それこそ、ま、目見開いた時も可愛いな。お、いい印象これ。私は紙飛行機を飛ばしてただけ。紙飛行機飛ばす高校生とかいいのかな。じゃあどうしてあのところへ。最初は体育館の横で飛ばしてたのよ。でも面白くなっちゃって、高いところから飛ばそうと屋上に来たら、もっと高いところがあるじゃない。怖い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 な。ちょっと電波入ってんのか。私 2-B の二見恵理子。もっとも自己紹介なんていらない。あ、知り合いかな。あ、知ってるよ、天才なんだろ。 IQ190 以上ある。なるほどね、 IQ100 なるほどね。天才か、みんなそういう。うわ、出たー、これ。こんな絵に描いたような中二病みたいなのいるのかね。仕方ないわね、だって、うん、私より頭のいい人に会ったことないもの。完全にこれすごいことさらっと言うな。あなたは誰。あ、僕は E の A の先端恐怖症です。先端恐怖症。紙飛行機返してくれる。あ、すいません。拾ってくれたんでしょ。あ、はい、すいません、返します。ありがとう。なんだってテスト用紙を紙飛行機なんかに。いけない。それはいけないわけでもないか。そうでしょ。完全にさ、これでしょ、なんで博士のテストなんて紙飛行機にしたのみたいな言われたいからやってるんでしょこれ。たまたまよ。嘘つけ、絶対選んでるだろう。やっぱ誰かにね、拾ってほしいみたいなのがね、絶対ありますよね。たまたま。そう、たまたま手元にあった紙がテストだっただけ。他に紙があったらそれを使う。嘘つくなよ。しかもあれでしょ、あの白紙で0点っていう。しかも、え、なんであの天才がそんなことするのって言われたんでしょ。そっか。うー、なんかいくるめられた気がするぞ。でもなんで白紙で天才なら。あ、言っちゃって言う。まあね、まあ言いましょう、そこは。面白いでしょ、私が0点。だあ、絶対待ってたでしょこのセリフ。先生の反応が見たかったのよ。困った顔してたわ。もうね、先生が困る前提で話が進んでいくというね。まあでもいいな、これもいいな。完全にメンヘラですよね。メンヘラでも好きなんだよな。ちょっとな、もうちょっとこうもてあそばれに行くか。これでいいかな。はは、それは傑作だね。うん、そういう。あ、間違えたか。いい笑顔ね。ん、おわ、死ぬこと、危ねえ。なんか、心が読まれてるような感じがして、怖いね。さよなら。あ、またね。あ、いいな、でもさっきのさよならって。二見恵理子、初めて会ったというのに、いきなり僕を呼び捨てした女の子。でも不思議と嫌な感じはしなかったね。いい感じだったわ。ちょっとね、こう、会話が噛み合わない感じね。
いやいいかも。一番いいかな今んとこ。IQ190 以上なのに0点を取り、紙飛行機にして屋上から飛ばせて遊ぶ。どうしてそんな挑発的なことするんだろう。字面にするとめちゃめちゃ面白いなこれ。天才のすることはわからない、バカ天才は紙一重、そんな言葉で済ませるのは簡単だけど、これこのさ、バカと天才は紙一重みたいなのもなんか言われた欲求みたいなのがありそうですね。彼女が、どんな子なのか知りたいと感じだね。やっぱちょっとこう計算っていうかさ、そういう風な感じで言われたいって思ってても、でもいいね。さよならって言われてドキドキした。かぶっちゃった。かぶっちゃった。そう、僕もドキッとしました。会ったばかりだというのに、もう会えなくなるような気がしたから。ね。でもあのさよならの言い方は、完全にあれは僕のこと好きっていう意味がこもってましたね。だから慌てて言ったんだ。またねって。また会えるかな。さて、そろそろ帰るか。帰りにイベントがあるか。ないか。まあな、何もないよな。代わりに。これは、妹が教えてくれるのかな今の状況みたいなの。おいならちょっと行こう。ええ、うん、いいよ。いいの、入って入って。妹の部屋に入るとか、僕の将来の夢なんですけど。マジか、いとも簡単に、かなっちゃった。うお、部屋着。どうしたのお兄ちゃん。たまりませんな。僕の評判教えてくれないか。うん、いいよ。ちょっと待ってね。多分こんな感じかな。なんでお前が知ってるんだよって感じですけどね。なあ、まあまあ最初はね、最初はまあまだまだですよ。これでね、好きとかなってたら怖いけどね。あ、でもな、でもな、ここであれか、みんな僕のこと好きなんだみたいな、知った方がよかったのかな。ちょっとね、この実況のスタンスが分かんない。テンションがよく分かんないわ。どうなるか分かんないけど、普通、もうちょい普通にやろうかな。まだ楽しいな、このゲーム。今んとこね、ランキングをつけるとしたら、やっぱ、二見えりこちゃんかな。やっぱ、ダントツ1位だな。その次がね、魔王さんかな、魔王姉ちゃん。だね、眉毛、眉姉ちゃんね。で、そうだな、アスカターンかな。アスカターンの委員長かな。だから IQ190 かっこわら、眉毛、アスカターン、委員長って感じかな今んとこ。結構ね、これ趣味が分かれそうですね。これから何人ぐらい出てくるんだろう。全然分かんないんですけど、楽しみですね。今んとこダントツ。IQ190 かっこ笑。間違えてたらごめんね。いいよ。サンキューなの。うん。おやすみ、お兄ちゃん。お兄ちゃんって言われるためにドキッとしちゃうな。知恵袋。新しい話題を手に入れた。話題でも手に入れた。どんどん増えていくんだね。あ、こういう話題がいいのか、みたいな。エッチ！なるほどね。これは実況の見せ所だな。あ、選ぶことができるんだね。こういう系の話をしたい、みたいな。違うのかな？まだいいかな。あ、編集できるのか。あ、自分、あ、はいはいはい。大体は、デフォルトで、こういう選択肢があって、で、プラスで、なんか、みたいな感じか。まあ、まだいいかな。また、これもね、楽しみの一つとしてやっていきましょう。今回はこの辺で大丈夫かな。とりあえずセーブして、終わろうかな。なんかね、やっぱこういうゲームやったことないから、ちょっと、なんかふわふわしてますね。よければ次も見てください。聞かないでください。お疲れ様です。